お前の夢に出てやる。出た。俺様の呪いで天井を突き破ってやろうか。まさかマジで出るとは。任せろ、ソルトスプラッシュ。食塩を激しく撒き散らす霊源の必殺技である。スーパーで売ってる食塩じゃねえか。極めた塩じゃねえと効かねえよ。僕は上役にボルトエーガイス。なに、俺の発火攻撃が効かないだと。強力なバリアが張られている。こんな奴のとこに来ることも。まずい、一見してザコと見誤った。後悔先に立たず。天才能力者この霊源新鷹と対峙した瞬間、すでに決まっていたのさ。てめえの成仏はな、森じゃバイス。食塩をまぶした拳でぶん殴る霊源の必殺技である。ねえ、全然大したことねえぞ。あら、肉体疲労から来る負担をほぐし、肩こり腰痛などを解消する霊源の必殺技である。呪いは消せたと思いますけど、まだ肩は重いですか？すいませんでした。すっかり良くなりましたよ。また来てもいいですか？もちろんですよ。この邪悪な心霊写真、こちらでお祓いしておくので、2時間後にまた来てください。お祓いグラフィック。CG ソフトを用いて写真を不自然なく合成処理する。霊源の必殺技である。あ、やべえ、全て依頼人の前で消滅した。ような、とぼけるな、アルファベット13文字だろって。俺はそんな金で一生遊んで暮らすんだよ。おお、思い出しました。パスワードは全身のバネを使い、強烈な回転のかかった拳を相手の顔面に叩き込む霊源の必殺技である。しまった、依頼人の意識がログアウトした。モブ、何やってんだ。師匠、私の力に耐えるなんてなかなかやるもん。重力上げてみようか。最強能力者ドロップキック。超能力者に対して思いっきり飛び蹴りをかます、霊源の必殺技である。うわっ、師匠。マブ、俺が相手してやる。なるべく平和的にな。まずは小手調べだ。見せてやるよ、俺の催眠術。この五円玉を見るがいい。くだらん。おかしい、奴から何も感じない。影山君の師匠の実力、本当は超能力者だったのか。もしハッタリなら危険だ。お前はこれを見ているうちに、相手をいきなり殴る霊源の必殺技である。普通に殴った、全然特殊能力じゃなかった。変だぞ。もしかして乗っ取られてないか。この程度で。おい、教えてくれ、こいつのどこが大物なんだ。あっ、来る、逃げろ、死ねよ。対比表意者飛び膝蹴り。憑依されたものに飛び膝蹴りをかまし、意識を強制的に飛ばす霊源の必殺技である。面白い。果たしてどちらの能力が上か勝負です。正面から迎え撃ってあげましょう。嘘防衛だ。呪
厳密に正当防衛と言えるかわからない際にとりあえず正当防衛と叫んでおく霊言の必殺技である。バカな、全く感知できなかった。何者だ